俳優、アンドレジッドラと共に新フランス評論誌を創刊。パリで金具工場を経営する中流家庭に生まれた。リセコンドルセに学ぶ。16歳から戯曲作りを試みる。1896年、ソレボンヌ大学に進む。1902年1月、デンマークの女性と結婚し、コペンハーゲンに住む。その年、 長女を得る。1903年4月帰国し、アルデンヌ県の金具工場を管理するが、頻繁にパリに出て、ジッドラと交わり、演劇批評で名を広める。1905年、パリに移る。次女を得る。1905年7月、ジョルジュプティガローに勤め、傍ら、演劇雑誌、新聞、レルミタージュ、ルテアトル、グランルビューに、劇評を寄稿した。 画廊に出入りするジット、ジャン・シュラン・ベルジェ、アン・リゲオン・ラ文学者、演劇関係者で、1909年2月、新フランス評論誌を創刊し、1912年から1914年まで、同誌を編集した。1909年5月、画廊を辞め、また工場経営からも手を引いて、1910年、パリ東隣。 セーヌイコールエイコールマルヌケンのルリーモンに仕事場を構え、カラマーゾフの兄弟の上演台本を練った。それは、1911年、グランルビューシの編集者で演出家のジャック・ルーシェが持つ芸術座で上演された。4月の初演には、シャルル・デュランが、さらに、10月の再演には、ルイ・ジューベも出演した。注目されたが、入りは良くなかった。 保守的な国立劇場と、写実的な商業演劇とに飽きたらず、演劇に秘密と文学生とを取り戻したかったコポーは、1913年、パリロックの古い小劇場を借りて改装し、そこの町名からビューコロンビエ劇場と名付け、一座を、組織した。デュラン、ジューベラ10人の座員は、夏いっぱい、ルリモンで稽古を重ね、10月23日、初日の幕を開けた。 フランス現代演劇の幕開けであった。新フランス評論の仲間、ジッド、ジョルジュ・デュアメル、ロジェ・マルタン・デュ・ガールらが、手伝った。大統領も首相も感激した。簡潔な装置の無駄のない芝居運びが評判及び、ロンドン・タイムズにも紹介され、1914年3月、イギリス順演をした。そして1914年8月、第一次世界大戦になった。 コポは軍務に志願し、一座の多くも招集され、劇場は閉鎖された。大戦末期の1917年、文化省に依頼されたアメリカ公演旅行中、一座の工業を促され、帰国して出直し、2シーズンを打った。対米駐在員と摩擦があり、デュランを解雇した。戦後の1919 19年6月23日、帰国し、ビューコロンビエ劇場を、 コンクリートの常設部隊に改装した。1920年2月10日、公演を再開し、12月、近くにジュールロマンが校長の演劇学校を開設した。演劇に純粋で、禁欲的に過ぎる姿勢は、金銭的に報われなかったが、周囲の進める補助金の申請も、座席数の多い劇場への移転も、演目の拡大も、断った。 1922年11月、番頭角の十ベが去り、ビューコロンビエ劇団は、デュラン一座、十部一座と競うことになった。1921年、レジオンドヌール君賞手バリエを受ける。1923年、生まれた絵を描き上げ12月に上演するが、十部一座の演目に惨敗した。内外の順演を打ち上げて1924年5月。 ビューコロンビエ劇団を解散した。ジューベは、俳優の一部を引き取り、コッポーは手掛けた戯曲の上演権を譲った。10月、俳優や生徒35人と、ブルゴーニュ、ボーヌ・シキンボーのモントルイユに移った。演劇を地方に広めたい祝願もあった。コッポーは内外への公演旅行で資金を稼ぎ、長女マリーを含む俳優らは、コメディア・デラルテ風の興行をして回った。 コポートと呼ばれた。コポートレコピオートは、1925年末ペルナンベルジュレスに移り、近隣各国を巡業した。ペルナンに劇場を建てたいコポーの希望は、しかし、果たせなかった。1926年春、オデオン座の主事を進められ、断った。11月ニューヨークへ渡り、英語版。 カラマーゾフの兄弟を演出して成功し、アメリカに泊まるよう勧められたが、断った。1929年10月、コポーのコメディフランセーズ支配人就任を望む声が、起こり、流れた。1931年1月、コポー党は解散し、老いのミシェル・サンドニが、15人劇団を組織した。一座はビューコロンビエ劇場で公演した。コポーは、 1933年11月から1935年2月、新聞学誌に劇表を書いていた。1936年から1938年、コメディフランセーズの演出を手掛けた。1936年春、10部が、低迷する銅座から総支配に2周人を要請され、誇示し、代わりに、コポー、デュラン、 ジューベラのザイヤ派が演出に参加すると取り決めたのである。1936年から1937年、数本の映画にも出演した。1940年5月、支配人の臨家のため、コメディフランセーズの臨時支配人を務めた。ジャンルイ・バローを加入させた。ドイツ軍のフランス侵入に一時疎開してから復帰するが、 占領軍に1941年1月、解任され、ペルナンに陰性した。1943年7月、ボーヌの事前病院の中庭で、自作の黄金のパンの奇跡を上演した。1949年3月4日、70歳をパリで祝われ、ボーヌに戻る。アルツハイマー症候群を病み、衰弱が進み入院した。昔の弟子が、治療費、 生活費を助けた。九百四十九年十月二十日、ボーヌに撤去、去年七十歳。ペルナンの墓地に葬る。十一月二十七日、パリのマリニー劇場で、追悼式典が開かれ、演劇界、文壇、映画界の大勢が集まった。ローレーフさんのジッドの長字を、マドレーヌルノーが代読した。個人の演出を再現して、弟子たちが演技した。 数字は初円の落とし日。再円はほとんど記さない。ありがとうございます。